私たち原生人類は生物学的にはホモサピエンスに分類されます。初期の人類と言われているエンジンが誕生したのが700から500万年前。長い人類史を経て今も種を存続させている私たちホモサピエンスは、ネアンデルタール人などの絶滅してしまった人類とも共存していたということが分かっています。私たちの祖先はどうやって共存していたのか、それが今の私たちの遺伝子にどんな影響を及ぼしているのか、今回はネアンデルタール人とホモサピエンスの歴史を中心に、私たち日本人の中に眠る古代人の遺伝子についてご紹介、考察していきたいと思います。現存する私たちは正確にはホモサピエンス、サピエンスと言います。そしてネアンデルタール人もホモサピエンスの亜種として、ホモサピエンス・ネアンデルターレンシスとする学説もあるのですが、今回の動画ではサピエンス・ネアンデルタール人と呼びますね。ネアンデルタール人はサピエンスに最も近い種とされています。約40万年前に出現し、2万数千年前、あるいは新説では4万年前にはすでに絶滅していたとも言われています。研究に関心が高まったのは1856年のドイツ・ネアンデルタニでの人骨の発見でした。サピエンスによく似てはいるものの、比較して骨格が頑丈で彫りの深い立体的な顔つきをしているなどの違いが見られたことから、ネアンデルタール人という別種として認められました。その後も同じような特徴のある人骨が各地で発見され、ヨーロッパから中央アジアまで分布していたことが判明したのです。かつてはネアンデルタール人が私たちサピエンスの祖先と考えられてきましたが、1970年代からの分子生物学の進歩によってネアンデルタール人はサピエンスの祖先から分岐した別種であることが分かったのです。サピエンスには様々な祖先や同類がいました。ラミダスエンジンやホモハビルス、北京原人やネアンデルタール人などの人類は約700万年前にアフリカのどこかでチンパンジーとの共通祖先から分かれたというのがおおよそ共通の認識となっています。ネアンデルタール人はサピエンスよりも先にアフリカを出てユーラシア大陸に広がったとされています。この時デニソワ人という種もアフリカを出たのではないかと言われているのですが、デニソワ人については後ほどご紹介しますね。その後の人類の歴史については主に多地域進化説とアフリカ起源説が対立しています。多地域進化説は180万年ほど前にユーラシアに拡散したホモエレクトスが各地で進化し、アフリカ、ヨーロッパ、アジアの異なる地域で平行的にサピエンスに進化したとする説。アフリカ起源説はアフリカで20万年ほど前に旧人から進化した新人が約5、6万年前から世界中に拡散して原人の子孫にとって変わったという説です。アフリカ起源説はミトコンドリア DNA による異部化説でも説明できるとして支持されるものとなりました。しかし2017年6月には北アフリカのモロッコの遺跡から30万年以上前のサピエンスの化石が発見され、20万年前に新人が現れたとするアフリカ起源説を覆すものとなりました。またサピエンスの化石はアフリカの外でも確認されており、2002年にイスラエルで18万年前のものが、1970年代にギリシャで21万年前のものが発見されています。ギリシャのものについては発見当時はネアンデルタール人とされていましたが、最先端技術で再調査したところサピエンスであることが分かったという調査結果が2019年7月に発表されました。このことからもアフリカ起源説の約5、6万年前に拡散したという説も疑問視されているのです。サピエンスは私たちが考えているよりもはるか昔からユーラシア大陸に移動、あるいはアフリカ大陸とを行き来していたのでしょうか。ネアンデルタール人は骨格が頑丈なことからも強靭な肉体と強い力を持っており、脳容量も私たちサピエンスより大きかったと言われています。しかし絶滅せずに今も種を存続させているのは私たちサピエンスの方です。なぜサピエンスに勝る体力と知性を持ち合わせていたネアンデルタール人の方が絶滅することになってしまったのでしょうか。サピエンスは脳の大きさはネアンデルタール人に劣るものの、コミュニケーションを図るための小脳が発達していたことが分かっています。
力が弱いゆえに群れることで社会を形成し、知恵を共有することで優れた道具の開発などを行っていました。ネアンデルタール人も石器などの道具は使っていたものの、革命的な進化をすることはなく、社会に属することもできず、環境の変化にも適応できず、衰退していった。あくまで一説ですが、これがサピエンスが残った理由と考えられているようです。争いの可能性も浮かびますが、彼らが直接争った形跡は残されていないそうです。人類史において、初めて争いの跡が見つかるのは、ネアンデルタール人が絶滅し、サピエンスだけの世の中になってからなのだとか。しかし、ネアンデルタール人の痕跡は、今の私たちにも残っているといいます。ネアンデルタール人とサピエンスは、混血していたということが分かっています。2010年5月に、アフリカのネグロイドを除くサピエンスの核遺伝子には、ネアンデルタール人特有の遺伝子が 1-4% 混入しているという研究結果が発表されました。サピエンスは大きく2つの系統に分かれます。出アフリカ後の中東で、すでに居住していたネアンデルタール人と接触し、混血したユーラシア系統と、その一方でアフリカ大陸を離れず、ネアンデルタール人と接触することがなかったアフリカ系統です。私たち日本人を含むユーラシア系統のサピエンスは、ネアンデルタール人の血を受け継いでいるのです。混血のなかったアフリカ系統の現代人にネアンデルタール人の DNA の痕跡はないと言います。白っぽい皮膚、金髪や赤毛、青い目だなどいくつかのコーカソイド的な特徴や、免疫システムを司る TLR 遺伝子などはネアンデルタール人から受け継いだ可能性が高いとされています。現代人の遺伝子に影響しているのはネアンデルタール人だけではありません。2010年に未知の新系統の人類として認められたばかりのデニソワ人という存在です。2008年にシベリアのアルタイ山脈のデニソワ洞窟から約4万1000年前のものと見られる子供の骨の断片が発見されたことからデニソワ人と名付けられました。研究の結果、デニソワ人はネアンデルタール人から分岐した人類であることが推測されています。外見の特徴は、狭い額やがっしりとした顎を持っており、頭頂骨の幅が広いなど、ネアンデルタール人と似ている部分と異なる部分の両方が見られるそうです。デニソワ人の DNA から骨格が再現されたのは2019年9月で、まさにデニソワ人の研究は今進んでいるということになりますね。2012年にはデニソワ洞窟から10代の少女の化石が発見され、母親がネアンデルタール人、父がデニソワ人であることが分かりました。デニソワ人の遺伝子は、現在のアジア民族、特にポリネシア人やメラネシア人にも混入しているということが分かっており、アジア内陸部でデニソワ人と混血したサピエンスが、長い期間をかけてメラネシアなどに南下していったと見られています。サピエンスとネアンデルタール人、デニソワ人は、ユーラシア大陸で混血しながら共存していたのですね。そして注目すべきは、ネアンデルタール人やデニソワ人由来の TLR 遺伝子は、世界的に見ても日本人に割合が多く、51% にも及ぶということです。日本人の2人に1人が血を受け継いでいるということになります。デニソワ人についてはまだ詳しいことは分かっておらず、それどころかますます謎が深まっているようです。2019年4月には、デニソワ人は一つのグループではなく、独立した3つのグループが存在した可能性や、少なくとも3万年から1万5000年前までニューギニア島でサピエンスと共存していたという研究結果が発表されています。もし1万5000年前まで存在していたのだとすれば、私たちサピエンス以外で、最も最近まで生きた人類ということになりますし、縄文人と直接交流していた、あるいはデニソワ人が日本列島へ到着していた可能性も出てくるのかもしれませんね。いかがでしたか？ネアンデルタール人には死者を悼む文化があり、遺体を屈葬の形で埋葬していたということが分かっています。人骨化石とともに数種類の花粉も発見されていることから、花を添える習慣もあったのだとか。実は日本でも旧石器時代から縄文時代にかけて、屈葬や死者に花を供えるという習慣はあったと考えられているのです。争いを好まず、温和に暮らしていた縄文人の DNA は、ネアンデルタール人と共存する中で形成され、結果日本に色濃く残った、とも考えられますね。ネアンデルタール人やデニソワ人については、2000年代に入ってからも多くの発見が報告されています。
もしかしたら近い未来に今までの人類史の常識が大きくひっくり返り、私たち日本人のルーツの解明に至る鍵が見つかるなんてこともあるのかもしれませんね。